はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。去年塗装した車のこの部分剥げてきてるんですよ、塗装が。で、これってラバースプレーで塗ってるんですね。でも塗ってもうほぼ1年経ったので、本当は一回こう塗った後に剥がしてみようかとも思ったんですけど、すっかりそれもまあいつでもできるだろうなんて思ってやっていたので、もう今日ちょっと一回剥がして塗っていきたいと思います。とりあえず剥がしていきましょう。ほら、どうやって剥がすの？ビリビリ取れるのかな？ねえ。これちょっとタイム、さあ今携帯でちょっと調べたら、薄く塗りすぎてると剥がれにくいって書いてあって、多分この状態はそれじゃないかな。本当なんか3度塗りが絶対だって。多分俺2回ぐらいしか塗ってないかな。どうしよう。で、剥がすやり方なんだけど、その薄く塗った場合はもう一回上から塗ってって、そしたら厚みが増して取れやすくなるって書いてあって、あとはもう、まあ、要はシンナー系をタオルにつけて拭いて取ってくれって。どっちがいいかな。一回綺麗にベリベリって剥がしてからしたかったんだけど、そうこうなるとちょっとめんどくさい。最悪上から塗って終わりにしようかな。よし、風も強いし塗って終わりにしよう。よいしょ。じゃあちょっとざっとですけど、養生したので縫っていきたいと思います。ただ風が強いんだよね。はい、じゃあ前回と同様でこちらの液体ラバースプレーを縫っていきたいと思います。さあ、じゃあこれで少し乾かしたいと思います。じゃあ今後ろ塗ったので、乾くまで
こっちのフロントの方もちょっと塗りたいと思います。待って、こっちは剥がせるかもしれない。もしかしたらビャーっていうのができるかもしれない。多分ね。じゃあちょっとやってみます。少し剥がせたけど、あんまり厚くなかったから後ろよりかは少し剥がせたって感じで、なんかこんな感じでしてってやっとですが、さっき調べた時に書いてあったんですよね、スプレーの値段はちょっと高いけどケチっちゃダメって。だってケチるじゃん考えて塗ろうとするじゃんということで、まあ、結局ここももう多分これ以上しても変わらないので塗りたいと思います。はい、じゃあ塗っていきます。こっちも乾き待ちですね。はい、じゃあ剥がしていきたいと思います。多分もう今2回塗って結構時間も経ったし、風も強いから乾きも良かったと思うので成功してるといいな。ほら失敗してた。ああ。結構この辺りが失敗してます。どうもこれをやっぱり養生テープをつけるときにこっち側に若干くっついてたんでしょうね。やっちまいました。そして逆に足りなかったところがはみ出して塗ってます。まあいいや、パッと見綺麗になったしいいでしょ。
いやー、前も失敗、結構綺麗にバーっていったんですよ。最後の最後、あーってなっちゃって、まあいいでしょう。はい、じゃあ今日はここまでです。それではまたお会いいたしましょう。俺にかかってこい。